子供たちは今頃どうしているだろうか。ま、好きにすればいい。
私に報告か？聞こう。この瞬間の喜びを覚えておこう。子供たちは今頃どうしているだろうか。まあ、好きにすればいい。
私に報告か？聞こう。日は木陰にいる方がいい。そのように私の瞳をじっと見つめるのはやめた方がいい。な、何を見てしまった。運命よ、ここにいてよ。運命の巨影。
スをあなたに。さあ踊るよ。これが運命です。全力攻撃だ。よっ。
やっ、運命には逆らえません。運命、みんながそばにいてくれれば。やっ、やっと。貫こう。運命よ、ここにいてよ。水中玄関。ちょ、いや。
この瞬間の喜びを覚えておこう。頑張るよ。全力攻撃だ。材料も揃ったし、早速メロピデよ。嘘じゃないんだ。昨夜この目で見たんだよ。俺にそっくりなもう一人のやつを。今の話は全部記録しといたのよ。早速検査してあげるね。さあ深呼吸して。緊張する必要はないから大丈夫。まずこの指が何指かわかる？人差し指だ。俺の頭は正常だっての。うん、じゃあ次ね。久しぶりだな。ああ、あんたらか。確かにしばらく会ってなかったな。お茶でもてなしてやりたいところだが、残念ながら今気にすんな。実はこいつもう一人。最初報告を言ったら、その頑とした口ぶりから。うん、これでよし。水を飲んで少し休んでてね。検査は終わったけど、病理学的な観点からは何もなかったのよ。そうか。体に特に異常がないってことは、やはり精神に何らかの問題が生じた可能性が高いってことだな。あくまで推測だけどね。精神的な症状は直接見ても判断が難しいの。今のところ彼の認知能力に問題がないと断言できるくらいかしら。もしこのことを広められたら、根も葉もない噂が立つだろう。監修、治療観察室に連れて行ってしばらく見張っててくれ。あいにく今日はマレショーセファントムからある事件の処理を手伝ってほしいと言われていてな。手が空いてない。この患者のことは看護師長に頼むしかなさそうだ。ええ、任せてちょうだい。彼を観察者リストに入れておくから。こっちの二人は看護師長に会うためにわざわざメロピデ要塞まで来てくれたお客さんだ。きっと重要な用事でもあるんじゃないか。ああ、ただこの二人まで観察者リストに入れないようにな。あ、旅人にパイモンちゃん。よしゴミ。まあそこまで重要なことじゃないんだけど。何か休養ができたら執務室まで来てくれ。じゃあ失礼させてもらう。おう、じゃあな。あのな、シグウィン。あ、もう少し待ってて。おう、看護師長、連れてきたぞ。さらに。うん、慌てないで。まず彼をこちらに。シグウィンって普段こん…おう、シグウィンの普段の仕事ぶりを観察するのも悪くないな。今度は痛いかもしれないから、まず深呼吸してね。さあな、ここに来て間もなくして原因も分からずに顔が腐っちまったんだ。まったく困ったもんだよ。後でマレショーセファントム。ああ、一大事件さ。もう十分見ただろ。ううん、まだよ。大丈夫。何言ってんだその態度。うちは平気よ。これから薬を塗ってあげるね。シグウィンがこんなに優しくしてやっ。もう声も出さずに。看護師長、迷惑をかけちまって申し訳ない。旅人パイモンちゃん。ああ、うん、
遠慮しないで。二人はどこか、そうそう、そう、安心して。すけ、でも、ちょっ、シグミ、こっちは準備できたぞ。ええ、ちょうど旅人にぴったりの仕事があってね。まずベッドに横になっ、お？何をするんだ？病人を装ってもらうの。え？難しいかしら。前回はうまく演じてたでしょ？うわ！シグミン気づいてたのかよ！ええ。病人のふりをする様子が、サボりたくて頭をひねる囚人たちよりも面白くって。パイモンちゃんとの連携も見事だったから、つい観察しちゃってたの。そう言われると、あ、もし、おお、お、来てやったぞ。お母さんはどう？はいはい、メロピデ要塞。まずは体温を測るから座ってちょうだい。なあお姉ちゃん、母ちゃんをごまかせる。ええ。勇敢？自分の免疫力で熱が下がるまで待つには。このお姉さんみたいに試練に立っ、旅人しっかりしろ。吐きたいのか、紙袋持ってくるか。え、高熱による吐き気とめまいなどの症状に、もし耐えられなかったら。おい、しっかり。そうなったら、俺、もちろん。薬を溶かしたお湯もまだ冷めてないから、どうぞ。苦い。まあ大丈夫ね。旅人もパイモンちゃんも素晴らしい演技だったのよ。あの子、全然言うことを聞いてくれないんだな。あの子のお母さんはここに来たと、つまり、実はね。お？うん？お、気にしないで。先生はし、先生はいつもこう言って、なんていうか、厳しい。そんな風に、じなら、ちょうど先生の写真があるのよ。うわ、本でしょ。先生に見、シグウィン、その、ええ、だ、まあとしても、うちにはできない。でもそれと、もう、うん、次。わーい、今日は旅人と、ヒヒヒ、さて、もう、秘密、君たち栄養食って、うちが作った栄養、シェフが手を、あ、気に、ま、まあ、材料は机の上に用意してあるから、うちの、まず特別、ほんとだ、スライムの液体を入れるとこうなるのか、不思議だな。次に色変わりの結晶を砕いて、粉砂糖みたいにサラサラになるまで力を入れて砕くのよ。限界アベラントから手に入るやつだよな。本当に食えるのか。最後にタンパク質が豊富な肉を入れる必要があるんだけど、カエルはぴったりな食材なの。はい、よし、これで下処理は完了よ。あとはお弁、昨日生産エリアで、やっぱり、予想外のことというのは楽しいものだ。ああ、看護師長か。今日は食材を届けに。ええ、
一人前よ。番号は2人。了解。必ず。まるで手を煩わせちゃってごめんね。そう気に。ダメよ。ああ、今日のお仕事はこれで全部完了よ。ここの監視とか。看護師長、今よろしいでしょうか。こんな遅い時間に申し訳ありません。ですが、急いでお知らせした方がいいと判断しまして。焦らないで。え？どう？観察室から出るには、まずうちが彼の体を検査して問題がないことを確かめないといけないの。なら、医療アシスタントも。ああ、看護師長、待っていたよ。いろいろと迷惑をかけて、よくよく考えてみたら、もう一人の自分を見たってのは、多分メンタ。なるほどね。思い出せなくて。ああ。うん、検査結果、やっぱり、過労による幻覚症。確かに、いや、看護師長の責任じゃない。俺がうまくな、看護師長、心配してくれてありがとう。今は。ええー、二日間の休暇を申請して、ゆっくり。あ、面倒を。オディロンさん、ああ、わかった。今日はちょうど管理エリア。これが最後の仕事だよな。ええ。あ、そういえば、スキンケア用品の改良がまだだったのよ。別に急いでない。じゃあ、うん、心配するな。今日はいっぱい仕事をしたから、オイラもこいつもぐっすり眠れると思うぞ。シグウィンもちゃんとやっ。状況が複雑みたい。本当に嘘じゃない。ふん。ここは医務室だ。さ、聞いてくれ。俺はお前たちの言うガスドンじゃない。嘘も大概にしろ。指名手配時にあなたたちの顔は登録済みだ。この顔のせいだろ。俺もどういうことかさっぱりなんだ。目が覚めたらこの顔になっちまってて、おまけにここに連れてこられて尋問される羽目に。ここにあんたらを連れてきたのは、何が起きたのかはっきりさせるためだ。本当に濡れ衣だというなら、苛立ちをあらわにしたところで。おはよう、公爵。何かあったのか？ああ。え？彼らは他に何もし、昨日のシグインの、彼らの今朝の供述をここにまとめてありますので、目を通していただけますか？何か私たちに見落としがあるかもしれません。これは、釈放？はい。なら、かしこまりました。もしかすると、その可能性も考えましたが。釈放される囚人が、はい。
強いて言うなら。そうかな。ちょっと待ってて。まだ薬を塗る時間じゃないから辛い。あれ？ううん、この人は多分オノレイさんだと思う。重度の脳。だから言っただろう。本当に入れ。ううん、具体的には入れ歯をするように旅人。おう。なら君。君は。ああ、そうだ。もう一回検査をする必要があるの。わかった。まず前回の検査。確か人差し指だ。え？これ。ほう。実は昨日の日で許可を出す前にもう一度検査をしたんだけど。うん。昨夜の検査なんて記憶にないぞ。観察室に入。それが本当ならこの2日間で一体どういうことでしょうか。脱獄を企てた昨夜。いや、その後。一人だけだから監視にた奴らは監視の。ええ、エリックさんはその時観察者で、二人の偽物は一芝居打つことにしたのさ。看護師長に偽。なるほど、確かに筋は通ってるな。さすが公爵。